ひるなびを YouTube で解決交換室どうぞ。はい、本日なんですけどね、まさまです。あ、佐藤です。はい、忘れました。本日なんですよね、志望校の決め方ですね。はい、志望校の決め方。はい、まあみんながみんなね、志望校この段階でガチガチに決まってるかってそういうわけじゃないと思います。今の段階でもね、志望校まだ決まってないですって方もいらっしゃるんですけど、うん、志望校ってじゃあどうやって決めたらいいねんと、うん、まあ具体的にね、その視聴者の方々この動画を見て、じゃあ志望校はこれだって具体的に決まるわけではないんですけど、うん、まあよくある話としてね、まあ現実的なところがいいのか、要は今の自分の学力で全然その浮かれるというか目指せるよねっていうところがいいのか、うん、そこよりもワンランク上の理想的な大学かな、うん、がいいのかって話になります。どっちなんですかっていうのをねちょっと話していきたいんですけど、まあ、僕ちょっと理想的な方が僕はいいかなと思いますので、はい、その観点で話させていただきますね、はい、僕はその志望校は理想的に描いてほしいなと思うんですけど、うん、まあ、なんでかっつったら大学入試って試験を受けるじゃないですか、うん、でその試験で合格とか合格があると思うんですけど、うん、点数が出てでラインを超えたら合格っていう形になると思いますっていうそのシンプルな形はね、形シンプルなんですけど、それだけにとどまりません、うん、大学受験ってもちろんここで合格できるか不合格になるかであったりとか、どの大学に進学するかっていうのが、うん、その段階で終わるわけじゃなくて、今後一生自分の名刺代わりになっていくわけだと思うんですよね、はい、ああそう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 、うん、って感じになります。はい、なので自分が持つ名刺として、まあ要は自分のそのネームプレートみたいなね、はい、そうどういうその名前を持っていれば、はい、自分は自信を持った人間になれるのかっていうところにもつながってくると思うんですよ、うん、なのでそのただ単に試験勉強をして合格点を取ってそれをクリアできるっていうふうなところではなくて、うん、今後一生皆さんが背負っていく名前になるわけですから、うん、そういうところを考えると自分の自分でも全然目指せるなっていう現実的なラインよりも、うん、ワンランク上になった方がかっこよくないっていうふうに思うんですよね、うん、それはそうですね、うん、だからかっこいい自分をちょっと追い求めてほしいなと思いますから、うんうん、今の段階で行ける大学行かれる大学っていうのが、まあ、決まるわけじゃないじゃないですか、うん、3月なんでね、うん、あと1年間あるわけですから、そこでしっかりとその理想的なところを掲げていって、うん、勉強していってほしいなっていうのが、まあ、そうですね、一個なんですけど、はい、もう一個、いやこれそれにちょっと補足してもいいぞ僕。お、最近思ったことがあるんですよ、ちょっと熱い話になるんですけど、はい、いいですか、はいはい、最近ねやっぱ SNS とか流行ってきて、はい、人の人生を生きてる子が多いんですよね。どういうことかっていうと、憧れの人がおって、うん、自分はそうはなられへんからその人を見て憧れて、うん、この人いいなっていう、こう人の人生をね頑張って生きようとすると、はい、これねほんま良くないと思うんですよ。でなんでそうなってしまうかっていうと、大学受験の志望校選択もそうなんですけど、うん、もしね現状の自分でこの人生いい人生やって満足してるんやったら、はい、その今の学力に合ったとこ行ったらいいと思うんですよ、うんうん、ただ満足してない子がほとんどじゃないですか、うん、この前も、ね、授業で聞いたんですよ。お、あ、生まれ変わった自分になりたいかどうかって言ったら、ほとんどの子がいや自分はもう嫌ですって言うんですよね、はいはい、これって今の自分の人生満足してないから、はい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 、つまりじゃあそれを変えようと思ったらここしかないんですよ。大学受験で今の自分よりもワンランク上のとこ行ったら、これから先ね、うん、そのワンランク上の人生が過ごせるんですよ、はい、だから目指してほしいんですよ理想、うんうんうん、ただし僕は現実的なね観点を持ってる。せやんな、しい僕現実で話しますって動画撮る前に言ってたけど、めっちゃ理想的に熱い話を課題取ったから、はい、いやそうですね、二重人格なのかな。まあ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 聞いてみましょうか、はい、一応ね、そうですね、まあでも僕は現実の話を今からするんですけど、はい、あくまで理想を追い求めてほしい派なんですよ、はい、ただ現実も知っといてほしいんですよね、うんうん、でその現実が何かっていうと、よく言うのが一個上の大学目指しとったらその下やったら滑り止まるから、はいはいはい、例えば関西大学行きたいんやったら、うん、関大じゃなくて同志社目指すつもりでおるよと、うん、ならどうした目指しとったら関大は滑り止まるから、はいはいはい、よく言うじゃないですか、はい、あれ嘘です、うん、はい、そうですね、これ嘘なんですよ、うん、どういうことかっていうと、大学ってやっぱ大学によって入試の問題も傾向も全然違うんですよね、うん、だから例えば国公立目指してたらカンカン通り滑り止めで受かるかっつったらなかなか難しい。そうですね。でカンカン通り目指してたら3期これ滑り止めで受かるかっていうと、これも絶対とは言えません、うん、なのでとりあえず目指すぐらいやったらやめてください、はいはい、国公立目指すやったらそれなりの覚悟を持って、もし国公立無理やったら私立はちょっと滑り止めのランクが下がってしまう、うん、このリスクは背負った上で覚悟を持って勉強してほしいです、うん、これが現実です、うん、ただし何回も言うように今の自分を変えたいんやったら、うん、ワンランク上ツーランク上の自分が行きたい大学を目指すべきやと僕は思います、はい、なのでその覚悟さえ持ってくれたらね、うん、僕らの方が来てくれたら全部任せてくれたらいいですし、はい、その覚悟が決まらないんやったら覚悟を決めさせますんで、何でも言ってください。来たらいいとこですね、はい、はいはい、熱い話ありがとうございます。はい、それでは今度はこの一緒どうも、佐藤翔。